どうぞ。でそれをこうお玉で掻き落として、でもこれじゃまだ海苔が残ってるんで。はい。間が空いてきました。この中でこの3年間非常に制約がありましたし、ここを乗り切ってその先に明るい未来があると思って、そういった気持ちで寒ざらしをしました。この鯉のぼりをあげて、あの元気よく育ってほしいという親御様の気持ちというものをあのしっかりと受け止めて、あのきちんとした鯉のぼりを作りたい。すみません、こちらもお願いします。ありがとうございました。